はい、皆さん、僕はジャコムチンです。今日はですね、僕の実のお兄ちゃん、マコチンからですね、怪しげなものが届きましたので、まずちょっと開封していこうかなと思います。よいしょ、こちらの箱で、もう箱にね、でもね、書いてあるんですね。竹の子、とある日のね、早朝、ちょっと電話かかってきまして、でっかい竹の子送るよって届いたのがこちらなんですけど、どんぐらいでかいかですよね。竹の子ってでもそもそも結構なんか大きいイメージはありますけどね。あ、ちょっと待って、赤ん坊ぐらいの大きさ、重さある？あ、すごいな。よいしょ、松茸を包む時のような木がついてる。これはちょっと食べないのでね。これか、これだ。でっか、こちらのタケノコ、今年一番の大きさらしいですね。電話で言っておりました。すごいな、やっぱ取れたて、土がね、やっぱついたまんまだな。結構泥んこなんですよね。こっちの土がやっぱついてた方がいいんでしょう。新鮮にお届けできるということなんでしょう。昨日の朝取れてるんですね。早めにアク抜きをした方がいいということで、今からですね、アク抜きをしていこうかなと思うんですけど、こちらにアク抜きの仕方も同封されてたので、このタケノコにはこのタケノコのね、やり方があるということらしいので、米ぬかを使わなくていいらしいですね。こちらのタケノコは手順に沿ってやっていこうかなと思います。ちなみにですね、生産者さんの写真もね、ちゃんと同封されておりまして、こだわりがね、かなり伺えると。注目したいのはやっぱここら辺ですよね。大自然の中でちゃんと育ったよということらしいです。こちらのタケノコ、なんと1つで5000円ですね。びっくりしました。5000円したらしいですね。美味しくいただきたいので、まずはアク抜きチャレンジやっていきましょう。よし、じゃあやっていくか。まず縦に切れ目を入れて皮を剥くみたいですね。縦に切れ目を入れて皮を剥いていく。結構皮も硬いんだな、これ。皮をどこまで剥いていくんだろう。切れ目入ってないな、この辺。いい感じでね、切れ目が入りましたんで、こっからほんと剥いていくと。マトリオシカみたいだな。これ全部なくなるんじゃない、これ。どこまでこれはやっちゃっていいの。でもやっぱこういうとこはね、食べれる印象ないもんな。まあ、これが最後っぽい。こう落とす。落としてみる。これが角部分でしたね。あとはどこまでが皮なの、これ。とりあえず真っ二つにしてみよう。よいしょ。うわーっと。よく見るタケノコの形のやつになりましたね。あとはこのイボイボがちょっとビジュアル的に気になるのと、カバハギもうちょっと綺麗にあるのと、しっかりすすいでそこまでね、ちょっと飛ばしたいと思います。綺麗にしまして、なんか見たことあるタケノコになりましたので、沸騰した鍋にこちらをぶち込むと。水からじゃなくて、なんか沸騰したやつ入れろって書いてありましたね。1時間煮込んでいくらしいですね。1時間ぐらいね、ちょっと様子を見ていきたいと思います。30分ぐらいかな経って、結構アクがね、こうやって浮いてきましたね。もっとたくさん出るかと思ったら意外と出てこないね。はい、大体こんなもんでいいでしょう。もうあと30分ぐらいですかね。煮込んでいきます。よいしょ。はい、これで大体もう1時間ぐらいね、経ちまして、アクももうほとんど出ないね。30分後に出た分しか器具出なかったな。火を止めまして、鍋の水が冷めていけばもう OK みたいですね。半日ぐらいこれで休ませるということらしいので、寝かしていこうと思います。はい、ドン。はい、ドン。というわけで、下処理がね、終わって、事務所に、タケノコ持ってきたんだけど、でかない、これ。でかいっすね。見たことない。こっちが市販の、やつね。太さが違います。ねえ。今日ね、半分を使って、タケノコの土佐煮をね、作っていこう。一番、スタンダードな食べ方だよね。あ、すげえ、簡単に切れる。え、すげえ、簡単に切れる。硬かったやんって、これ。あ、そうなんすか。うん、でっかいよね。うわ、でかっ。口に入らんくない？ フルーツみたい。フルーツ、パイナップル？はい。でもやっぱ色味が全然やっぱ新鮮だよね。そうっすね、全然なんか、白いっすね。おとといの朝取れたばっかり。いい。ついこの間まで土かぶってたから、こいつ。うわ。一口大にこう切っていこう。
このひだひだのね、頂点が一番うまいんやって。一番そうっすね。ね、よし、こちらのタケノコタッチをね。下が白いとマジで色違うね。全然違いますね、鮮やかさがね。はい、やっぱ取れたてやで、何でも。はい、酒、醤油、みりんを1対1対1で入れていきたいんや。酒を1秒、はい、みりんも1秒ぐらい、醤油も1秒ぐらい、ちょっとかな。めっちゃ大雑把っすね。砂糖は控えめにしろってね言われてるから2砂糖ぐらいにしとこう。はい、あ、結構ね、あのダイエット動画のやつ反響が良くてね、おお頑張れってみんな言ってくれたんで、ありがとうございます。じゃあタケノコの土佐煮は、うん、僕が大体もらいます。これ大丈夫、カロリーゼロだから。甘いですか。えじゃあね、ちょっと横に醤油飛んじゃったから、水を1カップぐらいでいいかな。キーにかけます。ちょっと隠し味で本出し、出し入れときは何でもうまくなる説ね。本出しをちょっととりあえず、あとはゆっくりと煮ていくという感じですわな。よし、でこのままちょっと待ちますので蓋しまーすと見せかけて、忘れてたわけじゃないんだよ。わけではない、忘れてたわけではないんだけど、かつお節をね入れていきます。絶対忘れたなこれ。かつお節めちゃめちゃ僕好きなんでね、いっぱい入れていきます。よいしょ、じゃあ締めていきます。結構ね、時間経ちましたので、ちょっと見ていきましょう。よいしょ、よいしょ、 うまそうな匂いが立ち込めておる。で、今はね、煮汁が残ってんじゃん。味の染みる余地があるってことなんだよ。今から、これを冷まします。なるほど。冷めるときに、ギュッと中に入ってくから。なので、切って冷ましていきます。ちょっと減ったよね、やっぱね。そうですね。煮汁がね、染みたね、これは。うまそうよね。うまそうっすね。ちょっとでもなんかね、緑欲しかったな、しまったな。キヌサヤがね、売ってなかったんよね。はい、では完成。うまそうやね。うまそう。よし、食べよう。はい、完成しましたね。おー、こいつはうまそうなんで、ちょっとね、いただきたいと思います。違うな、違うな、作法みたいになってる。いただきます。うまい、めちゃめちゃうまい。ちゃんとね、染みてるわ。うん、あの、ほんとうまいな。いつも食べるタケノコよりこう、新鮮な分なんかすごくみずみずしい感じもするし、違うわ、やっぱ全然違うわ。全然違いますか。土佐煮の味付けとタケノコ本来の味、ちょっとタケノコ本来の味が勝ってるもん。多分ね、この色が濃いやつが市販のやつなんだけど、こっちはね、食感はあるけど、タケノコの味っていうとそんな残ってないって考えると、あれかな、俺タケノコ本来の味を初めて今食べてるのかな。食べればわかるわ。はい、これが多分いつものタケノコ。うんうんうん、めちゃめちゃ美味しいですね。ね、一昨日取れたタケノコ、歯ごたえが違う、まずね、タケノコ本来の味すごいするでしょ。きた、きた、タケノコきた。全然違いますね。違うよね、衝撃だねこれね。これ大発見。世紀の大発見ね。うん、あ、全然違うもん。やっぱ1個5000円したらしくて、その半分を使ってるのね、今回ね。2500円分のタケノコをさっき煮たのね。128円のタケノコと一緒に。全然違うんですね。天然水飲みますチャンネルさん、ほんとね、送っていただきありがとうございました。直接お会いする機会があったら日頃のお礼をしなきゃいけないなという感じですね。こんなうまいタケノコ初めて食べましたのでね、もしね、気になった方は、静岡県のタケノコらしいんですけど、ものすごく美味しかったんで、皆さんもぜひ取り寄せて。取り寄せになるのかな。まあそっか、やっぱね、旬のものをいただくっていいなっていう、そういう動画ですね今日はね。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。マジやばいねこれね。美味しそうね。美味しそう、美味しそう。食べたやろうに。じゃあもうタケノコが、まあ、2, 2
2切れしかもらってない。あ、なんか2切れしかも足りない。